はい、マットショーの時間です。今回は2話目になりますので、まだの方は1話を見て続きが気になると思った方はこちらにお越しください。今回は前回の予告で出したところが全然やりきれないんですけど、まあボリュームたっぷりということで、早速本日の神に導かれたロケ D の意思ということで、おとぎ話をやっていこうと思います。前回桃祖姫と卑弥呼に同一人物説があると言いました。現地の人たちも卑弥呼だと思っているかもしれません。桃祖姫のお墓である箸墓古墳があるところ、無料駐車場の名前が卑弥呼の庭だったからですね。そして導かれるように言った織田信長のデスマスクがある西山自然博物館、信長の子孫が館長を務めるそこでも、なぜか卑弥呼推しだったんですよね。やはり卑弥呼には導かれていると思っております。そして導かれているということは本当に関係があるのではないかと思っておりますね。まあスピリチュアル的な話なんですけど、そして前回の桃太郎の話、桃祖姫の弟が吉備津彦の命であり桃太郎だという話をしました。吉備団子という名前は吉備津彦の命から来てるのでしょうね。桃祖姫と桃太郎、卑弥呼の桃、桃が共通点の話でした。そして桃は100という漢字ですよね。ロケは100がつくところ他にも行きましたよね。覚えてますでしょうか。それは日本一のパワースポットかもしれない百軒滝です。百軒滝という名前ですが、百軒というのは滝の長さのこと。しかし実際には60何軒かの長さしかないと書かれていたと思います。つまり本当は違うのに意図的に100という文字を使ったんですね。これも桃祖姫と桃太郎という桃というメッセージを私に伝えたかったのか、実際はつながりがちょっとよくわかんないんですけど、ここは本物のパワースポットだということを教えてくれたのかもしれません。まあこの辺は導かれただけで意味がまだよくわからないので、ここからの話が面白くなっていくんですけど、まずはまた桃太郎の話になります。前回出した渦政の太いという言葉に戻りまして、これが受け継がれし D の意思だとお話ししました。桃太郎のお話は、桃太郎が猿、キジ、犬を連れて鬼退治に行くという話でした。そして北東の牛虎の方角が鬼門とされてますよね。ですので鬼の象徴として牛の角に虎のパンツとなっておりますよね。では鬼門と逆の方向、裏鬼門の方角は何でしょうか。羊猿の方角です。鬼を倒すために裏鬼門の羊猿から時計回りに仲間を集めて、猿、鳥、犬と仲間を集めていったのだと考えられます。しかし裏鬼門の方角の羊とは何でしょうか。私の動画をいつも見られている方はわかるかもしれませんが、羊と D の意思とされる太い、つまり羊太夫なんですね。裏鬼門の羊は羊太夫で桃太郎であり、そこから時計回りに仲間を集めたのです。時代的に吉備津彦の命が桃太郎だとするなら、羊太夫と桃太郎は同一人物というわけではないですが、羊と太いというのが D の意思を表しているのです。それはユダヤの意思を継いでいるという話になります。D の意思の D というのはテンプル騎士団からで、テンプル騎士団以降の言い方となるんですけど、それ以前の太いというのはどこから来ているのかというと、ユダヤを漢字で書くとこの字なんですね。つながりましたよね。では先ほどの羊太夫とは何だったのでしょうか。要点をまたおさらいするんですけど、群馬県にある田子碑という石碑に書いてあるのですが、新しい郡を作り羊に支配を任せる、その郡の名前は田子郡とすると書いてあります。その羊というのが飛鳥時代の役人である羊太夫であると言われております。その田子碑の近くの石室には JNRI という文字が見つかったり、石碑の下から十字架が見つかったとされております。その JNRI はユダヤの王ナザレのイエスという意味で、一般的には INRI とも言います。羊は神の子羊といえばキリストのことだったり、キリスト教徒のことを迷える子羊だと言ったり、キリスト教では重要な存在ですので、羊太夫という名前自体もキリスト教徒と関係があるような名前です。そして先ほどのユダヤの王ナザレのイエスの
INRI を当時の発音で読むと稲荷と読んだそうです。そこから連想できるのは当然稲荷神社、そして一番古い伏見稲荷を作ったのは旗氏です。太いという字と旗氏という字が入る渦政という地に三位一体と思われる三柱鳥居を作り、 INRI の発音と同じ稲荷神社を作った旗氏、確実に原始キリスト教を日本に持ち込んだと思いませんか。ちなみにですが、稲荷神社ということでロケでは羽田空港にある旧穴守稲荷の大鳥居にも行ってきましたね。あれも撤去しようとすると人が死ぬので何らかのパワーが働いておりますよね。そして桃祖姫の夫が祀られている大神神社にある大神教本院にも三柱鳥居があるんですよね。これも何かつながったと思います。羊太夫に関してもっと知りたいと思いましたら、そちらの動画をご視聴ください。そしてキリストのように馬小屋で生まれたとされる馬宿の王、つまり聖徳太子のことなんですけど、彼も太いという字が入ってますよね。聖徳太子は実在したのかどうかと問われておりますが、実態はどのようなものであれキリストのように D の意思を受け継ぐものとして神聖化したのではないでしょうか。馬小屋で生まれたのもそうですし、10人の話が聞けたとか未来記という予言書を書いたとか言われてますよね。そのちょっとオカルトチックな感じにしたのもですね、理由がありまして、つまり実在しなかった説っていうのは本当の正体を隠そうとしているということなんですね。まあ聖徳太子の記録はたくさん残っているんで実在したのは間違いないんですけどね。でその聖徳太子の正体はペルシャ人だという説があります。いくつかの根拠があるのですが、聖徳太子が建てた四天王寺にある七聖剣には北斗七星が書かれておりまして、それはペルシャ人が信仰する星となっております。次に飛鳥寺にある書物には日本語読みではない、漢字の当て字の言葉が書かれておりまして、それを解読するとペルシャ語の職業を漢字に当てているそうです。また聖徳太子が飛鳥教に通っていた道など様々な道が北北西に20度傾いておりまして、これは古代ペルシャのペルセポリスと同様の角度で傾いています。その理由は古代ペルシャが第二の太陽としてシリウスを信仰していたからだということです。冬至の日に正面にシリウスが見えるらしいですね。また飛鳥教には地下水路がありまして、これも古代ペルシャの技術で日本の技術ではないと言われております。こういったことから聖徳太子はペルシャ人だと言われているんですけど、私の見解では一時的にペルシャに住んだユダヤ人ではないかと思っております。まずユダヤ人がどんどん東に行き、古代ペルシャのペルセポリスへ行きます。そしてさらに東に行き、旗氏のルーツともされる中国の秦、そして百済、そして日本。ただどの段階で旗氏が原始キリスト教と出会ったかっていうのがちょっとわからないんですけど、中国の秦の時代でもまだキリストは生まれていなかったからなんですね。百済にいる時に旗氏に伝わったのか、それともペルセポリスに住んでいたユダヤ人と旗氏は全く別で別々の時代に日本に来ていたのか。その旗氏や羊太夫も関わっていると思うんですけど、彼らが作り上げた一族が天皇家で、桃祖姫や桃太郎である吉備津彦皇子、聖徳太子、そして皇太子へとつながってくるのではないでしょうか。ここで話はもう一人の太郎に行きます。それは京都で生まれた浦島太郎。日本書紀や万葉集、そして丹後風土記にも彼の記述がありまして、本名は水の江浦島子というらしく、出生地は全国にある浦島神社の中で最古の浦島神社がある場所と同じ場所で、今でいう京都府与謝郡伊根町あたりとの記述があります。なぜ水の江浦島子は浦島太郎になったのか。日本書紀の記述では現在に置き換えると西暦478年夏に浦島太郎は釣りをしていて、そのまま漂流してしまったのかわからないんですけど旅立ったらしいんですね。おとぎ造史によると10日余り航海して金と銀の素晴らしい御殿にたどり着いたとの記述があります。それを計算してみると潮の流れに乗って10日間で、青森県の日本海側に着いたと考えられるんですね。その証拠にその辺りには浦島という地名だったり亀という地名が多く、竜宮城ともいえる謎の海底遺跡があるところなんです。
そして青森には津軽外三軍史という書物があるのですが、それによると古代青森は大和王権に匹敵するような古代文明があったと記述されているのです。その後その文明は津波によって一夜にして滅んだとも書かれております。しかし現在の日本の歴史は古事記や日本書紀が正史とされておりまして、その他の古文書の多くは偽書であるとされております。たとえ正しい歴史だとしても都合の悪いものは歴史から抹消されてしまったということです。津軽外三軍史も同様だと言われてますが、いろいろな状況的にこれが偽書であることは間違いないとされてるんですけど、浦島や亀という名の地名、そして謎の海底遺跡が存在するのは間違いないんですね。実は青森県ではその海底遺跡の他にも1万6000年前の土器が見つかり、稲の遺伝子的に米の栽培も日本発祥だったとも言われているんですね。その青森の文明が本当に1万6000年前だとしたら、世界最古の文明の証明となります。つまり全ての始まりは青森から始まり、中東やヨーロッパへ古代の日本人が渡り、その後また旗宇治となって日本に戻ってきたということです。そして青森には何があったでしょうか。それはキリストの墓。では第2話はここまでとなります。次回またつながります。それではご視聴ありがとうございました。